はいどうも皆さんこんにちは、ベルサスです。というわけで今回も乙女神楽やっていきましょう。ちょっとね、昨日かな確かぐらいに、実装されてはいたんですけど、ちょっと個人的都合でできなかったので、遅れてしまって申し訳ありません。見ていきましょう。フリージアの大運動会キャラセレクトピックアップガチャ1位という風な感じで出てきました。やっていきましょう。でこちらなんですけど、これはあれかな、お知らせの方から見た方が早いかなって思いますが、まあ、新イベント開催などなどです。まずこちらを見ていきましょう。新たな競技開催ということで、新しいイベントがやってきます。はい。で、イベント開催期間10月3日木曜日から11日の金曜日までです。で、イベントミッションなどなどの受け取りとか結果発表とかはこの日程でやりますよって感じです。で、遊び方はこれ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 です。一等賞フラッグを集めて交換しよう。なるほど、今回フラッグなのね。ということで今回、こちらですね、乙女クラリアルオリジナルグッズ運動会ポストカードブックを200名様に、ランキング上105名は自筆サイン入りということで、こういう風な、景品が出ますという風なことになっております。まあ、ブックってあるけど、あのファインダーの中に1枚1枚が入ってるみたいな感じなのかなと思いますね。あと、ブックのなんていうんだ、フォルダーの表紙みたいなやつがこのフリージアの模様になっているので、ちょっとこれ俺欲しいなって思って、このあのブックがね、ブックが欲しい。ポストカード別にいらないけど、ブックが欲しいから、ちょっとこの上位200名今回久々にやってみようかなと思います。まあいろいろとやっていなかったんでね、まあ今回を機にまたやってもいいのかな。まあ増税しましたけど、別にそれは構わないかなと思ってやっていきたいなと思っております。はい。で、それが出ますよってことで、こちらの、あれがここですね。1位から5位が、21種セット。まあ、21種セットは全員がもらえるやつなんですけど、そっから、1位から5位の方が、直筆サイン&宛名入りですね。例えば、僕の場合だったら、好きな対象キャラ。例えば、まあ、山室楓、斎藤飛鳥ちゃんにしましょう。斎藤飛鳥のサインがあります。で、ウェルサスさんへ、もしくは本名の山崎俊さんへ、みたいな感じで、ダダンと出してくれるみたいな感じですね。で、6位から105位の方が確定枠の、サイン入りのカードになります。まあ、これがバラバラなんで、今回いる21人のメンバーの、誰かのサインが入っているという感じなんですけど、これまあ注意事項があって、サイン入りなんですけど、これ届くのがちょっと遅いと、まあメンバーのスケジュールがあったりとか、あとその、乙女神楽の、会社であるグミさんとの、やり取りだとか、そういうのがね、なんか時間かかるんでしょうね、普通に。まあ仕事の連絡なんでいろいろあると思うんですけど、まあ本に書かなきゃいけないっていうのもあるし、だいたいそういうのって、事務所にお願いしますって送って、俺が知ってるところだったら、俺が知ってるところだったらよ、俺が知ってる仕事の話だったら、あの事務所にまず送って、じゃあこちらあのお願いしますっていう風な感じになって、でそこの事務所に置いてある、だからもう事務作業だよねを、まあ、やんなきゃいけないと。でその時にサインなどなど書いて、で返送してもらって、でそれをまあ箱詰めして送るっていうのが大体のこういうの流れだったと思うんですよ、大体のね。でもあの、サインって結構時間かかっちゃうんですよ。まあ僕実際シール持ってて、前回ね、アクリルスタンドの動画上げたと思うんですけど、シールはサイン付きなんですけど、それがまだ届いてない。で、シール、あの、サイン自体が何も準備ができていません。ごめんなさいっていうメールもこの間来ました。乙女神楽の運営さんから。なので、ちょっとそこは注意しておいてください。で、150位以下が、いずれかの対象キャラの運動会ポストカードブック21種セット。ん?いずれかの対象キャラので、151以下が、まあ、抽選枠50名様なので、150以上確定枠ですね。21セットのキャラクター以下の投与となります。いずれかの対象キャラの運動会ポストカードブック21セット。ん?ごめん、ちょっと待って、今ね、いろんな話しすぎたから頭の中こんがらがってるんだけど、ちょっと待って、ちょっと待ってね。そういうこと?ごめんなさい、これ。コメントで、俺の考えが今2つ出たんですけど、それどっちじゃないっていうの、ぜひ教えてください。お願いします。俺、今これ、俺の発言に自信が持てない。この説明見る限り僕2通り思い浮かびました。1個が、ポストカードブック21種セットは、メンバー一人一人がいて、まあ、斎藤飛鳥ちゃん、今出口ちゃん、堀美奈ちゃん、木本真奈ちゃん、山下美月ちゃん、みたいな感じで、21人全員が、
1枚ずつある、タタタタタタってがまず1個で、もう1個が1人のそのカードが21枚あるどっちだ。でいずれかの対象キャラの運動会ポストカードだから多分、ちょっと待って、わかんない俺。21種セット、カッコ21種セットだから全員分あるってことだよね多分。いずれかの対象キャラの運動会ポストカードブック、あ、そういうこと？そういうこと？ポストカードブックの表紙みたいな、表紙か選び出しかわかんないけど、それがメンバーってこと？あ、そっち？カードじゃないんだ。ポストカードではないんだ。ポストカードブックだから、バインダーみたいなやつか。あの、ハンターハンターとかでよく見るブックで出てくる、あの、バインって出てくるバインダーみたいなやつ。あ、そういうことだったら俺は納得いくわ。はい、ごめんなさい。こんがらがわしてごめんなさい。で、さっきガチャの方言ったと思うんですけど、ちょっと待って。新しい、これが、変わって、いるのでちょっと見てみますね。ランキング報酬がまあこういうのがありますよって。で、特攻キャラについてですけど、これ新しく追加された、もしかして、特攻キャラの対象となる、キャラクター、イベント期間中特定のキャラクターは特別ボーナスをもらった特攻キャラとなります。特攻キャラ、あ、キャラクター自体にその特攻能力を持たせることがあるんだ。あ、これ結構ありがたいですね。特攻キャラは対象のキャラクターから1名を選択することによってさらにボーナス効果アップします。お気に入りのキャラクターを選んでイベントを種類に進めるの。だから、お気に入りのキャラを、1人選べばいいってことです。なるほどね。で、その対象となるキャラクターが岩室楓、木内かな、藤崎舞菜、上杉沢の4人と。で、特攻キャラのボーナス、親密度が 1.2 倍、敵に与えたダメージが 1.3 倍、その中でも自分が選択したキャラが 1.3 倍と 1.6 倍。あ、これ結構いいかもね。最近極め級とか普通に難しかったから、こういうのいいかもしんないね。ダメージが大きければ早い、周回も早く進むし。あ、全然いいと思うよ、俺これは。で、まあこれは、あれかな。特攻キャラは、あ、特攻のパーセンテージも上がったのか。あ、特攻キャラなら、なるほどね。特攻キャラっていう新しい枠が追加されたのね。で、対象ガチャ期間が、こんな感じになってますよっていうので、なんか、ちょっと時間差なんですよね。なぜか。なぜか。っていうような感じになっております。このガチャのやつは、そうだな、今回、俺がちょっとイベントの内容を、整理するのに時間かけすぎたから、次回の別の動画でまた出そうと思います。星5運動会24周。まあ、これ、今回、この一括でドンってやるみたいですね。久々だな、こういうスタイル。で、まあ、そういう風な感じですと。っていうのがイベントの詳細です。はい。ちょっとびっくりしたな。臨時メンテナンスなどは、あ、なるほどね。ちょっとこういうのがあんまりうまくいってないよっていうことですか。なるほど。まあ、とりあえず今回、ちょっと、変則的な、ものになっちゃうって感じですね。1から4が出るよっていうことか。運動会シリーズ、特攻キャラのフォトメモと特攻キャラ以外のフォトメモ。特攻キャラっていうのは、まあ、あの4人で固定だろうね。で、これがあれね、運動会の、まあ、ジャージか。運動会か。運動会で最近5月とかにやるところ多いですよね。俺高校の時が、あの高校の時は文化祭と一緒にやってたから秋だったわ。でも中学の時5月とかだったな。最近5月にやるところも多いですよね。なんかまだ涼しいうちにじゃないけど。あと、10月の何日ですっけ？ 13 日とか体育の日っていうのが、東京オリンピックの開会式があった日で、過去数十年間その日雨が降らなかったから降らないだろうっていう日っていうので、体育の日っていう祝日になったらしいですね。っていう、ちょっとしたことも入れておきましょう。まあ、ここら辺のガチャのことはさっきも言った通り、次の動画で、紹介したいと思います。ということなんで、一応今回ここで締めさせていただきます。ご視聴どうもありがとうございました。チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。じゃあまた、別の動画でお会いしましょう。バイバイ。